どうも、お久しぶりです、YouTube。という感じで、もうおっさん死んでんじゃねえのかと、一部ではね、言われてるとかいないとかね、どっちなんだよって言うんですけど、まあね、しぶとく生きておりますよ、ということでね、ジェダイのおっさん恐るべしと、巷ではね、噂されておりますが、してないと。してないですね。まあね、ごく少数ではあるんですけど、コアなね、視聴者さんからね、ちょっとした大丈夫ですか？心配してます。みたいなね、メールいただいたりして、うわ、やべえなと。あとね、この間までちょっといろいろと旅行してたんですけど、そのね、先々でもね、どうしたんですか？楽しみにしてますよ、みたいなこと言われたり、そうそう、ケンズキャンプ TV のね、ケンケンさんともね、ちょっとお話ししてて、あと、クロワークスのね、スグルさんとかともね、お会いしたりしてたんですけど、みんないい人ですね。なんかこう、復活待ってますよ、みたいな感じで言ってくれて、ちょっとフォースが溜まったかな、みたいな。そんな単純な感じなんですけどね。やっぱクリエイター同士っていうのはね、お互いね、苦労がわかりますんでね、話が早いっていうのか、なんか親近感湧いちゃいますよね。まあ僕なんかね、あんまり友達少な系で、まあコラボとかやったことないんですけど、皆さんいい人でね、なんかほっこりしたという感じでしたと。ということで、早く解説しろよってね。何してんのかわかんないですもんね。これね、何を作ってるかというと、本体をね、軽トラに固定する金具を作ろうとしてるわけなんですけど、最初はね、煽りで全部こう囲っちゃおうと思ってたんですけど、どこかで計算を間違ったようで、煽りを外さないと引っつかないな、ということがね。まあ、ちょっと前のね、仮の背の儀の時に判明し、まあ、鎖とかね、ワイヤーでこう引っ張るっていうのもそうなんですけど、ちょっとね、ファルコン的にはどうなんだと。まあ、ルーカスサイドからね、ちょっとこう、クレームが来るんじゃないかと。そういうね、来ませんよと。来ませんから、安心してくださいと。まあ、いうことではあるんですけど、まあね、自分的にちょっとこう、工夫したいなっていうのがあって、こう、今ね、苦労して作ってるんですけど、まあ、要はね、リフトアップ用につけた金具を利用して、ターンバックルをね、直接引っ掛けちゃおうと。全然意味わかんないですよね。まあ、めんどくさいけど、書きますかね、また。かなりサボり癖の方がね、ついてしまっちゃいまして、しぶしぶフォトショップ開けてね、書くことにしたんですけど、要はね、こういう感じでリフトアップするフックをかけるという仕組みにしてたんですけど、この金具をそのまま利用して、この金具にこういうちっちゃいアングルをひっつけて、バンバンと補強すると。そこへこういったね、ターンバックルのフックを引っ掛けると。そして固定しましょう、みたいな。まあ言ってみると、そう大した工夫ではないのかもしれないんですけどね。まあということでね、その金具を合計4つ作っていますよ、と。ということで一応4つできたんで取り付けてるんですけどね。もうちょっと愛想のいい顔すりゃいいのにねっていう。そうそう、こういう感じになるんですよっていうね。まあね、作業中はね、本当カメラのことを考えてられないんですよね。ということでね、一応ドッキングシステムは完了というところで、そろそろね、外壁を仕上げていかないとねっていうことなんですけど、ここへ来てね、まああんまり危険な作業じゃないので、にゃんこ先生のね、黒吉くんにもお手伝いいただこうかなと思ってはいるんですけどね。何しろ猫の手も借りたいという状況なんでね。まあね、でもご察しの通り、時々ね、
見には来てくれるんですけど、全く何の役にも立たないというね。それでいてね、ご褒美だけはおねだりしに来るというね。まるで既得権益ですよね。そんなことしてたら N 国党の立花さんにもぶっ潰されちゃうぞと時々警告をしてるんですけどね。まあ聞く耳を持ってない感じではありますよね。当たり前ですけど。あ、そうそう、ね、N 国党の立花さんすごいですよね。僕もね、2年前ぐらいにブックワースっていうのにハマったことがあって、動画でね、立花さんの写真を使うのに使っても大丈夫ですかってお伺いしたことがあったんですけどね、速攻返事がありましてね、どうぞ使ってくださいみたいな軽い感じでねメールいただいたんですけどね。いやー、あの立花さんが今や国会議員辞めちゃいましたけど、まあすごいことになってますよね。僕はねおバカなんでね、政治のことなんかよくわかんないんですけど、また僕のチャンネルでね、政治のことなんて話しても意味ねえしなっていうのもあるんで、あんまりそういうこと言わないんですけど、まあなんかね、起こしてくれそうな気はしますよね。まあほんとね、まっとうなことを言ってらっしゃる方はね、たくさんいるんですけど、やっぱりね、負けちゃいますもんね。あのね、ホリエモンさんもね、すごい、あのホリエモンさんが、頭いいなーっていうぐらいですからね。ホリエモンさんも選挙出るんですかね。まあ、出たらね、今度は面白いかもしれませんよね。まあ、同じね、宇宙船を作っている人間としてね。僕のは飛ばないですけど、そのうちね、飛ぶやつを作るとか言い出すかもしれませんからね。一応ライバルと思ってはいるんですけど、まあ、ライバルでありながら同志と勝手に思っていたりするのってね。まあもしね、選挙に出るようなことがあれば、まあフォースか何かね、送っときますということで、まあこんな感じでね、外にね、ベニヤを張ってますけど、念のために言っときますけど、これで終わりじゃないですからね。一応防水のね、加工はしますんで、その辺はご心配なくというところで、でもこの面はね、トラックにひっつく部分なんで、そんなに凝ったことはしませんけどね。黒口選手がね、完全に食い物と思って寄ってきてますけど、パテなんで。あ、そういえば、このね、猫の名前どうしようかっていう事件がありましたよね。まあ、いろいろ考えたんですけど、結局黒吉で定着しちゃってるんでね。もうね、黒吉で行きますと。もうね、せっかくいろいろね、考えていただいたのに。どうもね、しっくりこなくてね。でもだいぶ大きくなったでしょ。今やね、もうジャンプ力も半端ないですからね。傍着無人の限りを尽くしておりますけど。まあそういう意味でいくとね、アナキンというのか、ダース・ベイダー的なね。まあ、そんなキャラ設定でね、オビワンになった気持ちでね、接しておりますけど。こんなに暴れるもんなのかな、普通。もうすごいんですよね。とりあえず、もう何かの上に置いてあるものは全て落とすっていうかね。まあ、届くところのものは全て破壊するっていうね。まあ、破壊王ですよね。あのチューバッカもね、まあ、チューバッカのあのぬいぐるみがあるんですけど、チューバッカももう6回は殺されてるでしょうね。ガブッと噛みついてね。こっちを目だけ見るんですよね。目だけでこう、どう？これどう？みたいな感じで。この野郎って思うんですけどね。時々めっちゃ可愛い時があるんですよね。これが。まあまあ、そういう感じでね。仲良くやっておりますよと。ということでね、そろそろ締めていこうかなと。まあ今回はね、こんな感じで、まあ撮影再開しましたよー的なね。僕かれこれ1年ぐらいやってますからね。なんても。まあ、黒吉くんともどもよろしくお願いしますということで、フォースが共にあらんことを。